できるだけ頑張るから、これからよろしくね。たはっはっつ、何言ってんの私、ウケるね。まあでもそういうことだから、ちゃんと聞いた？オーケー、もう言わない。あと他の子もいい子ばかりだからね、このお店のことは気に入ってくれると思うよ。何回か話してみて、私はイマイチだなーってなったら遠慮なんかしないで他の子のとこ行っていいからね。私そういうの気にしないタイプだから。まあ私のことをお気ににしてくれたらそれはそれで嬉しいけど、とりあえずそんな感じかな。というわけでよろしくね、ハイちゃん。ハイちゃん、お酒どうする？もうちょっと飲みたい？何か用意しよっか。これ美味しいよね。いただきます。さんに呼ばれちゃったから行ってくるね。ちょっと待って、かわいいんだけど。お客さんどうしたの？そんなに縮こまっちゃって。緊張しちゃってるんだ。ダメじゃん、私相手に緊張してるとか、そんなの緊張の無駄遣いだって。ウケる、自己紹介始めちゃった。じゃあ私も。どうも、リンと申します。お手数おかけします。何これ、こんな感じでいいの？で、ハイちゃんは何してる人なの？待って、ハイちゃん、私敬語苦手なんだよね。話すのも聞くのも。だから敬語やめてくれると私マジで助かる。めっちゃ感謝するよ。サンキュー。なに、ハイちゃんって優しい人なんじゃん。そんな人をクビにする会社とかだるいって。いなくなれてむしろアゲでしょ。普通に偉いね、ハイちゃん。クビにした会社を悪く言わないとか尊敬なんだけど。よく言われるでしょ、ハイちゃんは優しくて立派でいい人だって。ハイちゃん、優しくて立派でいい人だね。本当、優しくて立派でいい人ねえ。優しくて立派でいい人だもんね。これでいい？あーね、一応言っておくね、これだけは真面目に。いや、いつも真面目だけど、マジの真面目に。人との出会いってめっちゃ重要でしょ、人生においてさ。だから私、ハイちゃんとの出会いに感謝だよ。ダメなとこもたくさんあるかもだけど、できるだけ頑張るから、これからよろしくね。たはは、はっつ、何言ってんの私、ウケるね。まあでもそういうことだから、ちゃんと聞いた？オーケー、もう言わない。あと他の子もいい子ばかりだからね、このお店のことは気に入ってくれると思うよ。何回か話してみて、私はイマイチだなーってなったら遠慮なんかしないで他の子のとこ行っていいからね。私そういうの気にしないタイプだから。まあ私のことをお気ににしてくれたらそれはそれで嬉しいけど。とりあえずそんな感じかな。というわけでよろしくね、ハイちゃん。ハイちゃん、お酒どうする？もうちょっと飲みたい？何か用意しよっか。マジ嬉しい、もう一回戦いっちゃおう。何飲む感じ？私も一緒に飲みたいな。
これ美味しいよね。いただきます。敬語が苦手なんよ。ほんと無理。何なのあれ。意味は知ってるし。でも敬語じゃなくてもうまいや、うや、うやまえるでしょ。それって単なるアピじゃん。いらないと思うけどな。めんどいし。それな、今まで何回キレられたかわかんない。まあでもできるだけ人を嫌な思いにさせたくないし、敬語勉強するしかないか。とりあえずなれる。じゃあ今から私は敬語ね。はい、スタート。はい、はい、いいえ、書物。はいちゃん、飲み足りなくない？飲み足りないならまだ用意できるけど。よっしゃー、続きやっちゃおう。何飲む感じ？私もいただいていい？これ美味しいよね。いただきます。ハイちゃんはあれだ、あたしっぽい子が好きなんでしょ。でもあたしのどこが良かったの？あっちゃー、見抜かれちゃったか。あたしの中の清楚成分。そうそう、清楚なんだよね。実はよく言われるし、言われないけど。仲良くなりやすそうってこと？ああ、それはあるかも。ギスるの苦手だから、基本的には人の好きなとこ探してその人のことを好きになっちゃうかな。そっちの方が面白いし。もちろん。でも距離を取ればよくない？嫌いなのに仲良くなるとか無理だよ。ああね、社会ってやつだ。私は無理やりにでも距離取るけど、無理な人は無理だもんね。そういう場合は癒しかな。傷ついた分癒されなくちゃだ。ってことで、ハイちゃんが嫌な人と絡んでストレス感じることあったら、私のとこおいでよ。癒してあげるから。イエーイ、営業成功。まあ、癒してあげたい気持ちはマジだから、いつでもおいでね。今日はありがとう。また来てね。